ラファエル・ベハラーノはペルー・アレキパ出身で2011年現在はアメリカ合衆国で活動する騎手である。ペルー国立騎手学校を卒業後2999年にデビュー。リマ・モンテリーコ競馬場で最優秀見習い騎手のタイトルを得た後2002年春にアメリカに移りケンタッキー州ルイビルを拠点とする。その年の7月10日。 オハイオ州シンシナティのリバーダウンズ競馬場で初勝利を挙げると、ケンタッキー州やニューヨーク州の主要競争を制していく。2004年には455勝を挙げ、アメリカ年間最多勝利機種に輝く。特にケンタッキー州フィレンツェのターフウェイパーク競馬場では、3月12日に1日7勝するなど、最終的に同競馬場記録となる年間196勝を挙げる。 翌2005年の第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズにも出場した。アメリカクラシック三冠は2011年現在未勝利だが2007年のブルーグラスステークスでは前年のエクリプス詳細優秀2歳オス1000馬で同年のケンタッキーダービーを制すストリートセンスをドミニカンで破る金星を挙げている。ありがとうございます。